ガーディアンの活躍によりダブルの影響は断ち切ったが、イスアルス内の魔物は消えていなかった。たびたび起こる国境線での戦いにクエント国王ハリエットは陣頭指揮を取り、迫る魔物を食い止めていた。ガーディアンもまた最前線にて奮闘。しかしその胸中には一抹の不安があった。ダークファルスダブルの類似反応ほとんど消失、これで終わったんでしょうか。そうですよね、深淵なる闇もエルミルも残っているんですもんね。特にエルミル、いくらなんでも神出鬼没が過ぎます。彼は一体どこに。地震一体何が。何ですかあれは。あそこハリエットさんたちの方。